上、ノ延駅は、北海道手塩群ノ延町朝城ノ延にあった、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W71、電報略号は炎。2016年3月26日のダイヤ改正による、減便以前は通過する普通列車が存在し、下り2本、上り3本のみ停車した。1977年の上、 ホロノベ駅と周囲約500メートル範囲。右上が稚内方面。相対式ホームに面に線と駅舎横の稚内側に貨物積み下ろし場と引き込み線がある。ストックヤードはない。国土交通省国土画像情報をもとに作成ホロノベ駅より手塩側の上流に位置するため。なお、同地のあざなが再編により、上、 ホロノベへ解消されたのは1959年であるが、それ以前から、当地から現在の南ホロノベ基付近にかけての地域を、上、ホロノベと呼んでいた旨が自明祭返事の北海道国寺にあるホロノベ町に、2019年度に JR 北海道が、宗谷本線沿線自治体で構成される、宗谷本線活性化推進協議会に対し、 当駅を含む29駅を自治体負担で維持管理、または廃止するかを2020年3月までに判断するように求めた新聞3。その後、ノ延町では以下の3点を理由に対象駅7駅のうち当たり駅及び安牛市駅の廃止を容認したノ延町1。利用が禁章であることホームが、どもり形状のため維持管理費用が、 比較的高額であること近距離等間隔で3駅が連接しており、隣接中間地点にある南ホロノ延駅での乗降が可能であること単式ホーム1面1線を有する地上駅。ホームは線路の北西側に存在する分岐器を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。当時は 互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と、対向側ホーム南側を結んだ、構内踏切で連絡した。駅舎側が下り一番線、対向側ホームが上り二番線となっていた。その他一番線の輪っかない方から分岐し、駅舎北側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。交換設備運用廃止後は、線路は撤去されたが、 ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっている。駅舎は校内の北西側に位置し、ホーム中央部分に接している。有人駅時代からの駅舎は改築され、余3500系車商社を改造した、貨車駅舎となっている。旧駅舎の基礎の上に設置されている。出入り口にはスロープが新たに設置されている。トイレを有するが閉鎖されていた。 1>, 1日の平均乗降人員は以下の通りである。幌延町会期以来の集落であり、駅周辺に数軒の民家がある、幌延町さん。その他は、原野と牧場である。幌延町によると、鉄道開通までは、現在の幌延市街地より栄えていたが、鉄道開通により、原市街地に中心が移り錆びれていったとされる、幌延町さん。かつては、郵便局。 駐在所、食料、医療、日用雑貨の商店、理髪店、旅館、運送業などの店があった、ホロノベ町さん、北海道旅客鉄道宗谷本線、南ポロノベ駅帯場ホロノベキホロノベ駅。ありがとうございます。